近藤彩の台語真趣味。みなさんこんにちは。各位观众朋友大家好。大家好、ウリナンメゴメさん。台湾語講師の近藤彩です。ここでちょっと台湾先住民っていうの、それとも原住民っていうの、どっちが正しいのということについて一回お話をしておきたいと思います。結論から言うとどっちでも大丈夫です。ただ私の方は先住民という風な言葉を、使う派です。でも、原住民という漢字を、使う人もいっぱいいます。これはですね、台湾で先住民という先という字を使うと、もういなくなってしまった民族というニュアンスが出るからで、原という方を使うとまだそこに暮らし続けているというニュアンスが出るからという理由で、台湾では台湾原住民族、原住民族と書いて原住民族というのが正式表記だからなんです。で、それにのっとってその漢字をそのまんま日本に持ってきて原住民というふうに読んでいる、書籍というのが多分多数派だと思うんですけれども、私自身はその日本語の語感として原住民っていうとやっぱりちょっとどっか語弊があるというか、あんまり良いニュアンスを持たない言葉だというふうに認識をしています。そこは普通に翻訳して、Indigenous Peoples という感じで、先住民っていうふうに呼んだ方が私としてはやっぱりしっくりくるな。日本では先住民って言っても別に先に消えた民族っていうニュアンスはないじゃないですか。というわけでですね、同じような立場を取ってらっしゃる方が他にも、若手の研究者さんでいらっしゃいますので、私もそっち派ですっていうことなので、別にどちらをお使いになっても構いません。一応用語の解説でした。それでは今回はここまでです。また次回も見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。感謝大家收看，再会。ハイパイケン、ウニナンミコミさん、バイバイ。